はい、2日目の朝、もう気球に乗ってワルーンに乗ってうおーってなって、もう最高にアメージングな体験をした後にホテルで朝食を食べるのがお腹いっぱいですが、今日はいろいろこのカッパドキアを回って行く予定になっていますので、全力で楽しんでいきたいと思います。にしてもお腹いっぱいやな。博物館からスタート。本当に、はい、ティッシュくれ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 。世界で、ね、あの一番古い教会トルペであるのをご存知？知りました。トルペをキリスト教の歴史で、ね、あのものすごい深いです。行こう。下は行けるの？この穴何？この落とすの？ここにブドウを落とすの？あ、昔見たわね、あのものすごい頭良くて、外から場所バレて入っても外側から出る。あのすごい狭いからみんな入ると止まらないように。あ、え、狭い。すごいすごいすごい。え？え？どこ？うん、大丈夫大丈夫。え？どこ？もっともっと前よ。はい、出口です。はあ、めっちゃ楽しかった。すごいよ。すごかった。さっきこっちから入ったんだ。一周してきた。この右側の写真マニマの大統領。うわ。世界で一番古い。これだ。これ東トルコだ。ああ、いらっしゃいました。これからの話は彼の任せますね。はい。かしこまりました。まとめて5人ですね、お客様。はい、どうぞこちらへお願いします。あ、滑ってるのここで。お客様、このまま、すみません。この焼き物さんが1807年から今までずっとやってるんだ。そう、色塗ります。これが自分のやつ、私の作ってのやつ。もし当たったらお土産差し上げます。でも分からなかったら日本のノード飴お願いします。何の模様ですか？バラ。チューリップよ。チューリップとカーネーション。なんで知らなかったね。でもまだチャンスあるよ。向こうで他のやつ見てください。もし当たったらお土産差し上げます。日本のお寺の鐘みたいでしょ。南無法蓮華経。南無阿弥陀仏。東大寺行ったことあるよ。お寺のお坊さんは私の仲良く友達です。おお。ちっちゃい言葉気にしない。バカチコバカチコ。ちょっと早く TikTok でバズってほしい。
かわいこちゃん、はなちゃん、何を飲みたいですか？リンゴ茶、紅茶、いかがでしょうか？トルコのリンゴ茶、リンゴ茶飲んでみたい。紅茶、何を飲みたいですか？リンゴ茶、イケメンお兄さん。リンゴ茶で。かわいこちゃん。リンゴ茶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 。お客様リンゴ。リンゴ。見た目がガクサポーよ。侍の新鮮組かなと思ったでもリンゴちゃん飲むよ。これは蓋ですね。砂糖入れの蓋ですよ。あ、今切れたんだ。楽しんでみてください。はい、いってらっしゃい。あとはお得のですね。え、かわいい。向こうでまだたくさん種類あります。こういう形、色んなやつ。どうぞ、かわいこちゃん、これは買っていきたくなっちゃう。パン、うん、日本語で何と言いますか？パンパンをつける、パンつける、うん、ちょ、雑雑雑ちょっとびっくりしました。え、割れないの？割れるでしょ。大丈夫です、お客様ニード焼き水晶入ってるから早く来てください。わかったって。皆さん、こちらがトルコで作られているテレビショッピング、ご覧ください。すごいすごい。キャーキャー、こうですか？横に合うみたい。よかったです。ちょっと待って、え、これもあなた、あなた何、面白い、あなたも超可愛い。 ありがとう。顔はニコ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 してる。ニコニコ好きよ。冷たい人が好きじゃない。うん、優しい。うんうんうん。趣旨が変わる。おお。大丈夫、バレない、傷できない。それはす、それすごいよね。自分で独学で。独学で。あ、私の頭良くない。ごめんな、そんなさ。アンナちゃん。いつも寝る前ミルク飲むでしょ。バイバイ。あ、名前忘れた。アホメット。アホメット。タナハメット。そうだ。わかりやすいです。うん。愉快だよ。ストロベリーとピスタチオ。じゃあまとめてもらって。ちゃんといじめられた。
あ、本当柔らかいね。あ、美味しい。これこの絶景で食べることに意味がある、もしかして。そうですね。そうだね。デンジャー、まあデンジャーすぎるでしょ、これ下。落ちんなよって書いてあるけど。もっちり。美味しい。幸せ。これは良かった。